どうも、どうずるです。はい、ということで本日もこちら、クラッシュロイヤル、お送りしていきたいと思います。さあ、ということで本日のこの動画、天界特訓道でございます。こちら天界特訓道のシリーズでは、私どうずるが、天界にね、今シーズン行くと、決意を固めましたので、もう今シーズン絶対天界行けるようにね、いろいろ学んでいく、コーナーでございます。結構いつもの動画では、クラロワ TV 見たりとか、リプレイ見て反省したりとかしないんですけれども、この動画ではもう天界に行くためのものを、いろいろ学んでいくというテーマでお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今ね、トロフィーが5400金を、うろうろしておりまして、残り1000なんですよね。残り1000なんだけど、もちろんこの1000が一番遠いので、ここからね、ガンガン上げていきたいんですけれども、残り12日かな、残り12日2週間を切りました。ペースとしては上位陣もかなり、高いペースでね、どんどんトロフィーが上がってきているので、私もそれに食らいついてね、頑張っていきたいと思うんですが、やっぱりゴーレム強いです。ゴーレム環境になっていて、上位陣でもね、結構こうゴーレム使ってる人多いかなという印象です。前回のね、シーズンが本当に最悪で、インドラがバレまくっていたんで、今シーズンはインドラも弱くなって、ちょっと少なくなったし、あとはね、三重視が強いですね。三重視とか、ゴーレムとか、そういったユニット、デッキがね、多いように感じます。で、ゴーレムデッキの中でも、あとロイホグが強いんで、ロイホグ対策で、トルネード、そしてローリングウッド、バルキリー、ベビドラ、こんな感じのハイ攻撃がかなり入ってるね、ゴーレムデッキが多かったりだとか、これ上位陣の、デッキです。グローバルランカーのデッキ。そしてもう一つが、ムートですね。ゴレムート。ムートがとにかく強くて、バルキリー、ムート、テスラ。この3つのカードがね、今、やっぱ環境的には強いと。テスラはまだ弱体化されても、まだまだ強いってね、みんな言ってるんで、この3つのカード、意識した、立ち回りをしていかないといけないかなと思います。どれだけテスラ今まで強かったんやと本当にあれだけ弱体化されてもまだまだ使われてますからね。そしてもう一つがコウゴレですね。コウゴレはコウさんの、ゴーレムデッキなんですけれども、まだ判断ミスがね多発するもうちょいグラチャレとかで判断の練習とかをして、もう少しね、いろいろ学んでから、マルチでは使っていこうかなといったところで、今日は最近流行ってるこちらの、デッキを使っていきましょうか。これポイントはローリングウッドなんで、三重視とかロイホグとかには強いんですけど、ザップがないんでね、そこら辺がちょっとこう相手のインフェルノタワーとかインフェルノドラゴンがあったら使い方が難しいかなといったデッキなんですが、参りましょう。あ、これ引くか。魔法の宝箱引きましょう。ウルトラレアが出てくれれば嬉しい。特にマジックアーチャー。マジックアーチャーとかでもあんまりマルチで使ってる人いないけどね。せーの、ポン！おー、来た！やり！ありがとうございます。さあ来い！乾燥してないやつ、なんでもいいよ。さあ、頼む！ああ、ロイヤルゴースト完走したわ、この前。残念。まあいいや。ウルトラレアが出ただけよしとしましょう。さあ、ということで、参ります。いや、結構ね、こっからがやっぱり修羅の道なんですよね。よろしくお願いいたします。で、最近やっぱ3スペルが増えてきてますね。三重視が強いからでしょうね。とにかく三重視が強いんで、みんな三重視対策を、して、トルネードプラス、ファイアーボールとかポイズンプラスの、ザップローリングと2個数の呪文ね、3スペルで、組んでるデッキが多いです。相変わらずジャイアントも強いんですが、前回のシーズンほどではって感じですかね。さあ、待ち。ここはちょっとゴーレムもないんで、待ちはするんですが、1分切るまでこの体勢っていうのはちょっときついですね。次のカードにゴーレムが、見えていたらダークネクロ後ろからのゴーレムって展開ができるんですけど、ちょっとローリングウッドでいたずらしたいまである。あ、チューしてきた。チューしてきたら、ちょっととりあえずジョリジョリして、あ、ジョリジョリしてきましたね、相手も。じゃあチュー返してやるか。さあ、スタンプで時間を潰しているんですが、ちょっとさっきも言ったように、このまま1分切るのはきついので、ローリングウッドでいたずらしますが、相手は何もしてこない。ペッカの可能性ありますね。結構ね、ペッカも増えてきてる。ジャイアントとゴーレムが多いんで、ペッカも増えてきてるんですが、ペッカに対してはやっぱりラバハウンドがね、環境的には刺さっているんで、ラバも強いですよね、今。さあ、待ち。チク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 やってきてるけど、いやー、どうしようかな、これ。こっちから出るべきか。だって、きついよな、ゴーレムないと。相手がゴーレムできた時に、バーンって来た時が、かなりきつうございますが、メガゴでいたずらするか。メガゴはね、1コスで処理されちゃうんで、基本あんまりこっちからこうやって出したくない。あー、ペッカっぽい。ペッカっぽいございますな。メガゴとか出したくないんだけど、ここはもうゴーレム回ってくるまで仕方ないと。一発2個数相手がリード。あ、おお、ゴーレムか。なるほど。ここはどうしていきましょうかね。相手のファルチは、バルキリーで処理できるんで、ここはトルネで吸って、さあバルキリーでファルチェごと処理。さあここは相手もなるほどトルネードでなんとか処理してきますが、バルキリーが強いと。バルキリーは強いな。バルキリーほんと初速が速いんで相手のねもう目にも止まらぬスピードで処理しちゃうんですよね。このファルチェにゴーレム合わせてくるか。時間足りない。オッケー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 。おいしい。このファルチェは、このファルチェおいしいですね。ファルチェはかなりこのダークネクロを処理する能力が高いんで、このファルチを先に処理できてダークネクロ展開できたのは大きいです。で相手の、ゴーレム対策としてはもう、おーなるほどね。相手のゴーレム対策としてはもうあいつしかいないって言おうとしたんだけど、ミニペに対してはユニットは重ねられない。グッドゲームって言ってるけどかなりこっちの方が有利です。はい、有利ですがまだ勝ってはないよ、もちろん。さあどうしていくか。後ろから展開していく。いやこれ決めた方が良かったか。決めに行った方が良かったな。相手多分エリクさんめっちゃないんで今。さあザップ使ってちょいちょい削ってきましたが、今のは、いや今の私のミスかも。ちょっと待って、ミニペで来るよね多分。ミニペ30し、ここら辺は気をつけないといけない。いやさすがに無謀だったか。ちょ待って待って待って、ミニペにやられてやばい。これ負けたらもったいない。さあファルチェが強い。ちょっと待って、ダメージ的には若干まだこっちがリード。ただここでポイズン使っちゃったんで次の30Cが怖いございますと。怖いございますな。おおなるほど。ゴロンしてバルキリーの初速に期待する。オッケーナイス。バルキリーさすが。さあここはもう勝ちたいな。さあ相手が端前ゴーレム来るか。オッケー。これ端前ゴーレム来ても多分守りきれる。よしこれは勝ちましたね。さあポイズンをあとはタイミングよく打つだけ、それだけです。お仕事は簡単なお仕事はそれだけ。そのファルチェが来ますが、範囲攻撃でぐるっとトルネードでまとめて、やばい大丈夫か。さあゴロンして OK、 あとはポイズン圏内。さあグッドゲームでございます。ありがとうございました。いやー危なかったですね。相手が結構クレイジーデッキでゴーレム30Cプラスミニペファルチェと、まあ、かなり重めのデッキではございましたが、今の立ち回りなちょっとあそこが良くなかった。チャンスの時に結構グイッといけなかったんですよね。ちょっともう一回見てみましょう。ゴレ30Cプラス、まあ、ファルチェ相性的には悪かったと思うんですけど、まあでもお互いかなり重量級、こっちから動いて正解でしたね。これ1分まで待ってたらちょっとさすがにゴリ押されても終わってた気がする。まあ、序盤こう待ってこっちがゴーレム、初手で持ってなかったんで、まあ、あっちの中にジョリジョリとかで返して、まあ、ローリングとこれでも動かないと。メガゴ出して相手ファルチェでしたよね。いやーここら辺の立ち回りがすごい難しいんだけど、さあファルチェ、これでもペッカを意識してました。ファルチェが後ろから出てきて待ってたんで、まあ、ペッカかなと思いながら立ち回り。ゴレにファルチェってだって高ゴレぐらいしか見たことないですもんね。まあ、今回ゴレ30Cだったんで、まあ、結構いかついデッキでしたね相手も。ここのトルネードがちょっとね若干、いやでもコウモリ残ってたらダクにやられてるんで、まあよしとしましょう。これが強かったよね。このミニペに対してバルキリーが一発入れて、ほらローリングッドでちょっとふわっと浮いたミニペッカに対してまたバルキリー一発入るみたいな、めちゃめちゃ強いな。ローリングッドあんまりゴーレム入れてなかったんですけど、まあ、そのインドラ対策でザップとかの方が多かったんですが、いざ使ってみるとかなりあれもいいですね、ローリングッドも。でここは相手のファルチェが無駄遣いして、これ美味しかったですね。タワーで受けてダークネクロが生き残ると。やっぱ相性悪いサブユニット同士を当てられるとこっちはきついんで、でここで初登場の30Cポイズン当てましたよね。慌ててローリングッドも打ったんですが、まあ悪くない。この後のトルネードが不要だったかな、個人的には。まあ、相手もトルネード打ってくれたんで、まあ、イーブンなんですが、この3コストの無駄遣いしちゃうと、まあ、次に響きますからね。でこの状況でこっちの方がサブユニット残ってて、さらに、エリクサーリードも取ってるんで、それも分かってたんで後ろから組み立てじゃなくて、まあ、一気に行くべきでしたね。うん、相手がファルチェを出したとはいえ、そのどうせトルネードもないんで、トルネードもなくてこっちがリードを取ってる状況で後ろからまた作り直す意味はあんまりないんで、今のはがっつりいくべきだった。でここのバルキリーさんがちょっと無駄になって、まあ、ちょっとやられてやばいなってなって、この後はまあなんとかって感じだったよね。もうダメージリード生かして、まあ、良くも悪くもないプレー。あと相手のこの30Cがちょっと焦りすぎましたね。さすがに相手のミス、あれは。でまあ、ここはゴリ押して、まあ、フィニッシュという感じの戦いでした。まあ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 かもなく不可もなく、まあ、勝ったけどこれを続けていたら展開にはいけないよという戦いでございました。もう一回行こう。最後ちょっとゴーレムグローバルランカーのクラロワ TV 見てもっと勉強しよう。これね、うまいプレーを見ることももちろん大事なんですけど、でも見るだけじゃもちろん上手くならないからね。見るだけで上手くなったらもうみんな上手くなってるはずなんで、みかん坊やさんの動画見てたらだからやっぱこう自分とのプレーの違いとか考えながらプレーして、あれなんでここ自分と違うんだっけっていう気づきが必要ですよね。うわ、ムート来た。あ、ちょっと待って。リッポンムートなんで5レですね、相手。相手5レなんで、ここちょっとムート入れたくなかったけど、まあ、仕方ない。シカト。シカトの、さあ、ムートガン入り。もうちょい5レ前に展開するべきでした。まあいいでしょう。ここはもう後悔しても仕方ない。いや、悪くないですよ。5レダクネの形作る。ダクネ前行くなよ、お前。ふざくんなよ。よし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 。よしよしよし。これでサベリとなんかベビードラとか足してきそうだ。オッケー。これで相手のあいつが強いんだよな。ランバーが。ランバーを、こちとら、こいつで受け止めたい。相手これ、トルネードがいいトルネードですね。よし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 。相手焦ってここのメガゴを展開してくれたんですが、このメガゴは相手の大ミス。さあ、ムートを展開できる。エリクスはまだないんで、警戒せずともって感じですかね。いや、でも、ムートがね、角からっていうか、その端前から出てくるのが、マジで嫌だ。よし、エリポン。いやー、これちょっと待つべきだったか。ちょ、待って。今のゴーレム展開は、嘘。嘘ってなんだよって感じなんだけど。でも、ここで、エリポンにポイズンを打ってしまうと、この、ゴレが結構無駄になっちゃうので、もうここを打ってしまったら仕方ない。行くしかありません。男は決めに行くときに決める。さあ、ここはもうエリアで相手に取られてても、ここで決めないと厳しいです。逆に言うとね。ムーとかなんかで守ってくるかな。よし。これは相手のミス。よし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 。このムートは美味しい。このムートは美味しくて、さらにここでゴーレムも処理して、悪くないよ。ここで守りきりたい。ここで守りきりたい。よし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 。ガンバーやっつけた。ここ左守れれば、あとはもう本当に守りきるだけ。ムートも使ったもんね、相手。相手ムートも使ったんで、ここはかなりきつい状況。で、後ろから空。来ないか。トルネードの準備して、トルネード。呪文がこれね、相手のデッキがテンプレートだったら、ロケットないんですよね。あれでもムート右に展開して、まさかロケット、ロケットある？ロケットあるやつ？いや、そんなことないと思う。トルネード型ですよね、基本。多分やけくそ右攻めだと思います。ここでロケット打ってきたらあっぱれ。よし、オッケー。グッドゲーム。まあ、苦し紛れの逆サイ攻めでしたね。ありがとうございました。まあ、結構、これは相手がね、使ってるデッキがすごいテンプレートで、今流行ってるゴレムートだったんで、まあ、戦いやすかったです。まあ、私も人のこと言えないけどね、テンプレートデッキなんで。ただ、ここが、もともと私のデッキは、ランバージャックかな。で、ザップが多かったんですけれども、まあ、今の環境に合わせて、ローリングウッドプラスバルキリーで三重視にも強くしていると。で、さっき相手が使ってたデッキがこれで、これもね、すごい強いんですけど、確か、相手今エリポン入りでしたよね。で、ランバージャックのところをダクネにしてる人も多いんですよね。だからこの2パターンがあって、でどう違うかっていうと、まず空に強くなりますよね。ダークネクル入れることによって、まあでもどっちにしろこのね、ムートデッキは、空に弱いんですよね。ラバにどっちにしろ弱いんで、まあラバほとんどもうラバと当たった時は、キング狙いって感じで、もうランバーにしてる人も多いです。で、ダークネクロとゴレの相性はやっぱり、なんだかんだね、どのデッキでもいいんですけれども、ランバー入れることによって、このムートのね、クレイジーさがさらに目立つといったところで、このデッキもおすすめです。だから、よりクレイジーなデッキが使いたい人は、もうガンガン押していきたいっていう人は、ランバーにして、ランバームート、ゴレーランバームートの形作って、もう空ガン無視して、攻めていくとか、もうできますし、まあ、純粋にこうゴーレムの立ち回りしたいっていう人は、ランバーのところをダークネクロにするといったこともおすすめでございます。さあ、ということで、まあ、おすすめ、いつもの動画みたいにおすすめしちゃったんだけど、このシリーズでは違うんです。おすすめじゃないんです。私が展開に行けるかどうか、それが全てなんで、ちょっとうまいゴーレム使い、そう、このデッキがね、流行ってるんですよね。このバグさんが使ってる、ゴレ、ロイホグか。ゴレロイホグちょっと見ていこうかな。ゴーレムの、あれ、クラロワ TV はもう全部見るまでした方がいいよね。下の人がゴーレムですかね。で、相手がスケルトンラッシュ。見ていきましょう。さっき話したあれですね、ゴレムートですね、下は。で、ダクネパターン。ランバーじゃなくてダクネパターン。ダクネパターンもやっぱりなんだかんだゴレダクネが強いんで、結局強いんですけどね、相手がファルチ持ってるんでダクネとの相性は悪いと。ちょっと動き出すまで2倍速。これは相手の、あれですね、あ、今のこのニクラスさん、下のゴーレム使いは、ゴーレムが今見えてなかったんで、私のさっきと一緒ですよね。とりあえずゴーレム見えるかどうか、ザップって確認してみたいな。で、相手が動いてきたのを確認して、ゴレ展開。呪文使った後なんでね。相手がこれ待っててボーラー使ってるってことから、ジャイボーラーよりも、スケラ警戒ですね。立ち回り的には。まあ、昨日紹介したタイト坊やのジャイデッキは、まあ、特殊なんでね。あ、ここは美味しい。ここ美味しいですね。メガゴが神様みたいに1ミリ残って、神様プレイしてくれた。たまに大ダメージと。今んとこ立ち回り的には、どうでしょうね。ここでポイズン打たせて、またゴレから学年の形作れるんで、今のニクラスさんがかなり押してると思います。で、特に相手がもうこの時点でスケラ濃厚なんで、まあ、スケラ使いに対しては、1本折りに行く。1本折れればね、かなり有利に戦えるので、ここは無視ですね、左。これ、ボーナスステージ。この左の2コスはボーナスステージで、でちょっとあ、ここで端からムートなんだ。なるほど、なるほど。ダクネ出しちゃっても、どっちにしろ、ボーラーとファルチにやられちゃうから、まあ、ここはちょっと離して、遠距離から攻撃できるムートと、そして、メガゴ、ベビドラを展開して、で、相手のボーラーが死んでから、ダークネクロと。いやー、でもちょっときつそうですね。やっぱ防衛力の高い。この相手のファルチェボーラーに苦戦しているような感じがしますが、ここで残ってるムーと、さあ、こう来ましたよ。ここのね、あれがわかんないな。エリクサポンプ。エリクサポンプここ置いちゃうと、まあ、エリポンやられちゃうんですけど、まあ、エリポンやられてもいいや作戦なのかな、今の。どうなんだろう。もし、すごい、いろいろ知ってる方がいれば教えてください。私だったら左に置いちゃうからな。左に置いて、相手に左にポイズ打たせて、スケラの形完成させないように動いちゃうんですが、何かしら理由があるんでしょうね。バラバラやって、ここはメガゴかな。トルネードで寄せて、うわ、うまい。トルネードで寄せて、メガゴで手前で処理する、ムートと。いや、うまいですね。ここのムートの使いどころ、ただゴレの後ろにムートを重ねるんじゃなくて、相手のユニットを手前に引き寄せて、で、相手がこうまとめれない状態を作ってからムートで刺していくみたいな。これもうゴーレム使いの方が1枚上手というかペース完全に握ってますね。でこっからがあるのがスケラの怖いところ。さあここはメガゴ展開して、あー来ましたスケラ。このスケラに対してはダクネを重ねざるを得ない。相手ももう決死のあれですよね。ザップをギリギリまで貯めてトルネードで処理。はいはい、はい、ザップとね。いやうまい。でも左にこれゴーレムがキングタワーに寄せられて右のタワーに一切ダメージを食らってない。今右もう捨てて攻撃したと思ったんだけど違った。ここムートで応戦で左また来るよと。いやこれ負けたくさいな。大丈夫かこれ。ダメージを抑えられないときついんですが、さあポイズンかけられて、いやギリギリ。うわ怖い。しかも何がすごいって、この人グローバルランカーなのに見てスケラ完走してない。マジでここはトルネードで、いや、どうトルネード手前に吸って吸いますよね。吸って、ファルチを処理して、相手も吸って、ゴーレムの破裂ダメージ入れさせない。いや、入ったかなこれは。決まりましたかね。勝負あり。さあ、残り少し。いや、決まりましたね。これはさすがに。ザップって、マジで待って、嘘。いや、決まりましたよね。さすがに。はい。いや、いい勝負でした。スケラーと戦うときはね、本当に今みたいに序盤から中盤もうずっとこっちがリード取ってるのに、終盤一気に逆サイ来られてボキっておられちゃうことがあるんで、今みたいな感じで丁寧に、右が攻撃なかなか決まらなくても、エリクサ使いすぎずにね、丁寧にプレイしていくことが大事かなという学び。学んでいくスタイル。でもやっぱさっき紹介した3パターンのゴレがほとんどですね。うん、ゴレムートもダクネパターンもあるよと。あ、みかん坊やさんが映ってる。あとは、ちょっとね、このゴレロイホグはちょっとあれしよっか。また別の動画で紹介しよっかな。なんか、今日の紹介したデッキの一つではないんで、ここら辺に映ってる人はもうみんなうまいですからね。ちょっと、みかんさんが勝つであろうけど見よう。あれ、あろうけど見よう。ゴレムートですね。こっちの下の人は、ゴレムートのダクネ版。さっき紹介した、ランバージャックパターンとダクネ版があるよって言ったんだけど、ダクネ版です。でみかん坊やさんが、三獣士ですね。三獣士が今、とにかく流行ってますからね。ここはポイズン打つでしょ。はいはいはい。ここはもう純正にポイズン打ってって、まあでもアイゴレとエリクサーポンプが出てるんで、まあ、90% ぐらいの確率でもう三獣士ですね、相手が。もう三獣士って分かってて、ポイズン打ったみたいな。さあここは後ろからの工場バーバリアンにゴーレム展開。これ逆サイドをつけないんで、なかなか、工場を出した後だとね、ここはかなり美味しい処理ができそう。さあここだいぶ待ってベビドラでしたね。ゴレにターゲット行くのを待ってから、ちょっとタワーダメージ受けてもいいんで、ベビドラ落ち着いて出していきました。このゴーレム使いもうまいな、かなり。さあダメージ許容して、これはかなり、左きつそう。さあここは三重視に対してトルネード使うか。あ、使わないんだ。ここトルネードでまとめて三重視処理しちゃうかなって思ったんですが、使っていかないスタイルでムートで守るのか。なんで今トルネード使わないんだろう。あんまりこうあれかな、三重視の攻撃力が怖くてがっつりやられちゃうかもみたいな。ああなるほどね。これあれなんだ、右にローリングウッドなんですね。私今のだと左にローリングウッド使っちゃうんですよね。右にローリングウッド使って工場をゆっくりしてる間にメカゴで処理するといった丁寧な処理、マジで。でみかん坊やさんも今うまくて、そのローリングウッドかました後に後ろからね、待ってましたと言わんばかりのギャングだったんですが、そこはトルネードで処理という、お互いかなりハイレベルな殴り合い。さあここはエリポンにはもうゴレで行くでしょ。オッケーオッケー。ここはもうゴレで行って、エリポンもう1分切ってるんで、ここはポイズン左に使うよりは、ゴーレム形作って、でここの三重視にポイズン。おおなるほどね、そっちで行くんだ。新しいで左、これ三重視のマスケットにもポイズンがかかっておいしいと。さあここどうする、左捨てる、左捨てて右で形作る。いやここの判断とかさすがだな、本当にうまい、このゴーレム使い。さあムートが体力余ってかなり強くて、ゴリゴリいっていくと。さあここムートギリ1ミリね、届いてなくて、まあ、ベビドラだけのダメージなんで、後ろから組み立て。ムートあと一歩来いよっていう時に来なかったりするよね。あ、ここは普通にポイズンなんだね。このあれですね、どっちにローリングウッド打つかとかポイズン打つかが難しい。さあここはローリングウッドで三重視処理して、ベビドラ右につけるかな。あ、トルネードだけで処理して、ベビドラゆっくりなんだ。あ、先にベビドラな感じするんですけど、ここはあれなんですね、相手のディガーの位置とかちゃんと見た後にベビドラを展開していくという、このゴーレム使いの丁寧さ。なるほど、まあ、みかんさんが勝つと思いましたが負けることもあるんだという驚き。あれですね、やっぱゴーレム使いの中でもこの人はめちゃめちゃ丁寧だった。特にベビドラの出し方ですね。相手が要はこのレベルになるとディガーを、ベビドラを出すであろう位置にピャッて飛ばしてくるんですよ。でベビドラにターゲット取られて、ベビドラがディガーにターゲット取られて、ガゴムレにやられちゃうみたいなテクニックがあるんですけど、相手がディガー飛ばしたのを確認して、位置を確認してからゆっくりベビドラを出す。でその時にダメージをちょっと受けても構わないぐらいのゆっくりめだったんで、私もあそこのベビドラのタイミングっていうのは意識していきたいなっていうのと、あとやっぱ三重視使い、三重視デッキに対してもかなりこうなんていうんですか、左右丁寧に処理していて、特にやっぱポイズンの使い方とかですよね。三重視の片方の例えば2体の方にポイズンとか決めていくんじゃなくて、その臨機応変にね、こう来たらここに使う、こう来たらここに使うって、引き出しが私よりも多かったんで、そこら辺ちょっとね、学んでいきたいなというところで、じゃあ本日の、展開特訓度こんな感じで終わりたいと思います。まあ結構長い動画になってしまいましたが、いろいろね、学べることも多かった、回ですので、また続けていきまして、今シーズン絶対に、展開に到達できるよう頑張っていきたいなと思います。ということで皆さんもトラゲ頑張っていきましょう。また次の動画でバイバイ。